ではさ、今回は経験上金をかけて無駄だったものを見ていきたいと思います。皆さんは今まで金をかけて、いやこれ無駄だったなっていうものありますか？例えばゲームとかゲーセン、そういう系があると思いますが、今回はその様々なものを見ていきましょう。まず一つ目、時計。あーこれありますね。腕時計何千万とかするやつありますよね。趣味の一気で集めてる人ならいいですよ、ヒカキン様みたいな。まあしかも一定のラインまで行っちゃうと値段が上がっただけみたいな感じにもなりますしね。でも最後は時間見るだけみたいなっていうのが多いですよね。皆さんどうですか、時計にお金をかけるって。何度も言いますが、趣味だったら何も言いませんよ。趣味は人生の色を変えてくれます。大事なものです。しかし趣味でもなく見栄のためとかに買ってしまうと、あとから無駄って気づくんで気をつけてくださいね。ゲーム、そうですね、やっぱゲームが一番出るんじゃないですかね。大人になってくると、最初はね趣味としてゲームをしてた人いるかもしれませんが、年を取ってくると、あれゲームって時間の無駄じゃねっていう風になってくるんですよね。でうわめっちゃゲーセン200円入れたし、カセットもめっちゃ買っちゃったみたいな。まあでもそれに関してはちょっとその時楽しければいいと思うんで何とも言えないですけれども、いや今趣味だしっていう人も10年後はあれゲーム時間の無駄だったなっていう風に思っちゃう可能性があるので、時間は大切に使いましょう。買ったお金はねまた働けばいいですけれども、時間はもう一生戻らないですからね。そこだけ気をつけてください。イヤホン、あーこれもよく言われてるんじゃないですかね。イヤホン何万のやつだったらすげー世界変わるよみたいな、だけどある程度いっちゃうとあんまり変わらないっていうのが現実らしいですね。 2,3 万だったらそれ以上大きくなっても。なのでイヤホンは1万円から2万円のやつがいいんじゃないですかね。それ以上になっちゃうとちょっとブランド力とかもかかってくるんで、音質だけ比べたい場合はそれくらいに抑えておくのが一番賢い方向かもしれませんね。しかしイヤホン集めるのが趣味だったら別ですよ。もう全然続けちゃってください。生きがいになります、それが。私ももしイヤホンが趣味だったらね、買いまくっちゃいますもん。まあ趣味じゃない人だったら、1万円から2万円が一番いいんじゃないですかね。あと AirPods とかね、それくらいで抑えておいた方がいいですよ。ギャンブル。あ、言わなくてもわかりますね。大体わかります。安いもの。これなんか矛盾してるように感じますけれども、事実なんですよね。安いものに金をかけちゃダメっていうことです。そこそこ高いものに一発だけお金を投資するっていうのが一番いい方法なんですね。安物だったら別に安く済むねって思うかもしれませんが、でぶっ壊れるを繰り返すと、結局1年間で見たら高い方1個買っといた方がトータル的に安く済むことがあるんですね。中途半端って一番良くないんですよ。ここ結構見落としがちなとこなんですけれども、安いものに金をかけてもダメなんです。すごいね、世の中面白くできてますね。だからといって高いものもダメっていうね、趣味なら別ですけど。なので皆さん、安いものにあんまり金はかけないでください。この安さには秘密があるんです。ぶっ壊れやすいとか、あんま強度高くないとか。なので目先の金額とかにとらわれちゃダメですよ。買い替えるうちに同じ期間で高い方が良かったっていう時あるんで気をつけてください。親に無理やり生かされた塾、皆さんあるんじゃないですか、この経験。英語の塾行きなさいとか、スイミングスクール行きなさい、自分で行ったのは別ですよ。親に無理やり行かされたやつ、無理やり行かされて上手くなるわけないよね。勉強覚えられるわけないよね。お母さんお父さん聞いてますか、これ。無理やりやらされたものを、うわこれめっちゃ楽しいってなる確率って少ないですよね。そんなことするんだったら、お子さんが今どんな勉強したいのかを聞いてください。これがしたいって言ったら、もうそれ投資しましょう。多分それだったら金かけても無駄だったとはならないと思いますよ。うわこれは難しいな、世界が広がったっていういい経験ともなるんで。しかし無理やり生かされるとほとんどが悪い思い出にしかなんないので気をつけてください。ま運よくね、あれこれ結構楽しいかもっていうことはあると思いますが、ほとんどが無理やり生かされたもの、好きにはならないので、お父さんお母さん気をつけてくださいね。欠点を平均まで持ってくるぐらいだったら、得意なものもっと伸ばして130点ぐらいにした方が良くないですか。欠点を平均に持ってきて普通にするぐらいならいいとこ伸ばして打ち抜きましょう。それが一番いいっすよ。スマホの時間や関連、あーよく言われてますもんね、ゲームくらい時間無駄って。趣味なら別ですよ、何回も言いますけど。スマホってやっぱり時間の無駄っていうのが多いんですよね。便利に使うんじゃなくて人が使われるっていう風になったらもう終わりです。本末転倒ですよね。これは金をかけるもあるんですけれども、時間をかけても無駄かもしれません。 SNS とか見ちゃうんじゃないですか。 Twitter とか Instagram、 まあ Twitter でねいろんな情報を採集するんだったらいいんですけれども、インスタは最悪ですね。これ情報収集
あんまできなくて、身内の自己顕示欲話や承認欲求話を見たり聞かなきゃいけない。特に意味ないよね。あなたが一番興味ある話って何ですか？あなたのことですよね。自分のこと一番興味あるよね。それなのにそんな他人の話見てる時間なんか無駄ですよ。そんなのに使うくらいならもう少し勉強しましょう。知識を増やしていろんな世界見た方がいいっすよ。なのでスマホの、まあ、金額も一応あるけれども時間も無駄にしないでくださいね。時間は有限ですよ。お金は無限に増やせますけど気をつけてください。あまり役に立たないけどよくしちゃうストレス発散。皆さん意味わかります？これストレス溜まった時どうやって解消してますか？やけ食い？やけ酒？物ぶっ壊す？そういうものにお金を使うことが無駄なんですよね。じゃあもし仕事でうまくいってないとしましょう。ストレスが溜まりますね。それでやけ食いをしました。そしたらそのストレスって消えたんですか？違いますよね。別に仕事はできてないままだよね。やけ食いしたっていう事実しかないよ。現実変わってないよ。無駄ですね。お金の時間も消えてるしね。ということで効率の良いストレス発散をしてください。運動して体鍛えるしストレスも発散できるみたいな。まあカラオケもいいんじゃないですかね。歌が上手くなるかもしんないみたいな。ドカ食いとかやけ酒とかそういう無駄なものはしないでください。ちゃんと良いストレス発散の仕方をしましょう。悪いストレス発散の仕方をするとお金も時間も無駄にします。気をつけてください。大人買い。さて大人買いって結構憧れますよね。なんで無駄なんでしょうね。そう言われてるのはそれなぜかというと、まあ大人買いっていうのは大人買いっていうぐらいだからね。まあ大人買いだから大人なんだ。うるさいですね。子供から見てめっちゃ買ってるから大人買いって言われてるんですけれども、多分大人になるとねその感覚が変わってしまうんですよ。例えばカードゲームのカードを1パックしか買えなかったものを大人になればいっぱい買える、そういうワクワク感がありますよね。しかし大人になるとあれいらねっていう風になってしまうんですよね。感覚が変わってしまうんです。お菓子の大人買いとかも、もう捨てようかなみたいな、そういう風に途中で折れてしまうことがあるので大人買いは無駄になってしまうんですよね結果。あでもいつも買ってるやつを大量に買うならいいよ。ですがうわあれ欲しかったから買おうみたいな、いつも買ってないけど昔思ってたわみたいなのはやめた方がいいですよ。感覚が変わってるので大体途中でいらねってなります。気をつけてください。まあこういう金かけるやつは時々無駄なものもあります。しかし趣味だけは別ですよ。趣味にはいくらでもお金使って構いません。もう誰も文句は言いませんもん。だって自分が楽しいんですから。まあ一応今まで紹介したやつを参考にしてこれから生活してもらえれば一番いいですね。そして皆さんが今まで買ってきてうわこれ金かけても無駄だったなっていうものがあったらコメントに書いてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you.